一人で喋ってた。 Wi-Fi の都合だ。お茶服部さん、かわいい、ありがとうございます。3日ぶりの Wi-Fi だからね、ちょっと調子悪いかも。しかし久しぶりのタコ、ありがとうございます。ただいま。ポップコーンうめえですよ。うめえかや。うめえです。なんか喋ってたよ。ちょっとお茶飲もうって言ってお茶取った。バター風味、なんか味がしっかりついてるところはやっぱ美味しい。ポップコーンってさ、差が出るじゃん。個体差。あんまりついてないとこと、キャラメルとかはね、キャラメル食べたい。バターがいっぱいついてるやつめっちゃ美味しい。キャラメルもある。タッパーに入れたらさ、持つかな明日。マサさん、ありがとうございます。タッパー、バターです。これん、まあやめとくか。こんばんはね。楽しいからもう一回やりたくなるよね。タッパーって言わない？愛媛タッパーって言うかも。タッパー。うん、だいぶ減った。お酒進みそう？居酒屋のメニューにポップコーンあるの見たことないけど。タッパーって言うか。言うらしいです。やっぱ映画館だからメロンソーダとか飲みたいかも。メロンソーダ、メロンソーダ飲みたいです。ほろ酔いのメロンでもいいや。いいやとは。この酔いのメロンでもいいや。マジで止まらないすぎる。スナック菓子って本当に止まらないよね。あと5個食べたらやめよう。デジャビュ。
美味しい。今の美味しかった。はい、いや、拭いてますので一回一回洗い場には行かないでいいや。これはじゃあ保管するので、ちゃんと勉強になるコメントを今さ見たけどさ、別にそれを拾うほどじゃないなっていう、拾わないけど、目にも目には入ってますよ、わざわざ拾わないけど、教えたがりだなと思って、よくあるけどそういうの拾わない。熱々じゃないです、もう冷たです。お比べせながら今日ご当地市が、お、どこだろう、あとどこが埋まってなかったっけ。冷た冷た大丈夫、ポップコーン私いつも冷たい状態で食べてるから、冷たくても食べれます。普通にでもね、コンビニで買ったあの袋のポップコーンを私3日ぐらいかけて食べるからいけるんだよね、意外とポップコーンって。さすがにあれ一人で食べきれんけん2日3日本当に結構かけて食べるんですけど、結構食べれる。茨城県、え、持ってないかも。ちいかわ持っとる県でも持ってないあのあれがあったりするから、県によっては何種類かあるみたいな。3種類ありますし、どうしようかな、ちいかわちゃんともうちょっとファイリングしよう。なんか一軒に一つだけってファイリングしたじゃん、北海道から上から順番に。でもだとしたら3種類ある余ってるちいかわが多すぎるから、もう全部ファイリングしようかな。一軒に一個ずつファイリングしたんですよ、最後に北海道から順番に。だけどそれだと3つあるところの2つ余ってるやつがあるんですよ、袋にまとめて入れてる。だからもう1回整理しないといけないか、どうやってしようかな。ファイルに入れるか、難しい。でも私あれもしてみたいんですよね、なんか白い柵みたいな、いっぱい正方形の、なんて言うんだろうあれ、金網みたいなやつにいっぱいコレクションするみたいな。あとね、埋まってないのはこれです。これ説明しても分かりづらいかもしれないけど、地図で言うとこれ、で都道府県で言うと青森、岩手、宮城、秋田、山形、茨城、栃木、山梨、長野がありません。もしかしたら更新してないかもしれない。あ、山梨、長野でもね、
ないとこがあるんですよ、2つ。なんかご当地チーカーの存在がない県が2つぐらいあるので、山梨いちごに頼めばいい。いちごちゃん帰省したりするんかな。こんなに遠かったら難しくない？簡単に帰省できんよね。帰省とかするんかな。鳥取島根がないのか。新潟。ああ昨日フェスだったのか。じゃあ、あ今いるんかな。いないか。もういないかな。みあ、まだおるか。まだいるって LINE してみるって。研究生の LINE はないんですよね。こんばんは。あ、戻ってる。だから詳しい。なんで残らなかったんだろう。レッスンあるんかな。残ったらいいのに。こんばんは。ライスさん、ありがとうございます。ね、もう帰ってきてるってすごい詳しい。それ毎日配信見とるやつやん、絶対。ライスさん、ポップコーンありがとうございます。そっか、じゃあ山梨のちいかわは。いちごちゃん会う機会ないからな、しばらくは。喋る機会がない。今度の四国は出ないもんね。今度の四国のレッスンがある、明日。だから明日会えるって思ったけど違った。ご当地キーホルダーです。バッジじゃなくてキーホルダー。リップ塗ろうかな。リップ取ってこよう。まあね、あのご当地チーカーはまだそんな、あの急いで集めてないので、全然数年かかってもいいつもりなので、全然いいです。もしかしたらいつか山梨行く機会あるかもしれないし、私がね。なんか携帯についてた。バターだ。バターじゃない。バターだ。バターじゃない。バターだ。バターか。蓋のバターだ。黄色い塊。バターが固まってる。捨ててこよう、ついでに。黄色い塊、バター。ちょっとリップ取っていきまーす。よいしょ。やったー、捨ててきた。よいしょ。リップも取ってきました。来週山梨4日もマジ？そっちの方なの？住み。イヤリングかわいい。お花です。
体の調子良かったり悪かったり困ります。あら今ね体調崩しやすいよね、寒いもんだって。お大事に。18度とかなので本当に寒い。まあ実家の暖房消しとか不安になってきた急に。こんばんは。夜中寒すぎて昨日暖房をね一瞬つけたんですよ。夜中消したっけな。不安になる、あるある暖房ね。お母さんに聞いとこ。消したよなさすがに。でもボタン押した記憶ないな。でも寝起き取ったけんかなね。もうこれ気になりだしたら終わらんけんね。ママリカさん確認しないです、私の部屋だから。言わないと。いや絶対消してる なこういう時大体消してるからね。心配して家帰って消してるから時間の無駄じゃんみたいな。多分消してるよな。うんうん、暖房つけてたら暑すぎて窓を開けたんですよ。だからその際に消してるはず。窓を開けてたんです。夜中寒くてつけたら暑くて朝窓を開けた。朝暑くてだからそのタイミングで消してるか。まあ確認してもらおうと。不安になる。窓ついて暖房開けたんかな。しそうだよね。気になるよね。お腹鳴った。さすがに消してるか。窓は閉めてる、絶対閉めた。鍵の確認もちゃんとした。そこはちゃんとしたんですけど、エアコンの確認してなかった。でも消してるはず。意外と。ようよう。いつもなんか鍵閉め忘れとかなんか気になって戻って閉まってなかったことないですもん。結局やってるんですよ。やったら消したし閉めたしみたいな。なのにそう、それで不安になって帰ってなんか消し忘れとかない。暖房とかもたまにあって、でもない。ちゃんと消してる。無意識なんだよね。無意識に消してるから。雪にかんとか雨降ってるってどうなんだろう。降ってますスマホのロック画面降ってます。現在雨。出まーす。雨です。ロック画面はもうずっとこれです。天気わかるからリアルタイムの。鍵はさすがに何回も確認します。まあでも鍵閉め忘れることはないな。
私火はめっちゃ確認する、なんかコンロ触ったりして、そうめっちゃ確認する、全部回ってないか確認してコンロも触って熱くないねってめっちゃ確認する。もう本当に神経、だいぶ最近は落ち着いたけど、学生の頃はちゃんと触って中のコンロの中まで手入れて触って確認してた、学生の時はね。今はもうそこまでしないけど、さあ本当に熱くないでしょ、だって火ついてないから、だから一応手でも確認する、不安だから。最終確認、目で見てついてないし、スイッチもついてないから、ついてないの、一応触って本当についてないみたいな。そうでもゆっくりちゃんとやりますよ。これがコンロだとしたらこうやってこうやってこうやっておーおーみたいな感じ、うん、ちゃんとゆっくりこうやってこうやっておーいけてるね、おーいけてる、あいけてるいけてるいけてるってこうやって、うん、お疲れ、ありがとうございます。学生の頃はやってた、家出るときに。今やってない。何の意識大事だって、それで自分を安心させれるんだもん。そうそこまでしたらすごく安心がある、絶対大丈夫っていう。覚えてる。でも最近はねないけどね、前は結構ちゃんと確認してた。そうちゃんと触ったしっていう安心。帰宅したら青くて何かと思ったらコンロに火がついてたことある、怖っ。すごいよく燃えなかった。火がついてる、電気つけっぱなし。まあ電気はまあ可愛いじゃん、たまにね、まあつけてても電気ぐらいなら。最悪なのは暖房です。まあ火とかはもちろんだけど。キツネさん、キノコありがとうございます。電気は可愛いです、つけててもいいんですよ、防犯対策。なんかヘアアイロンとかは一定時間過ぎたら勝手に消えてくれるんですよ、めっちゃ有能ですよね。だからもし消し忘れてても本当に数十分経ったら消えるんです。消し忘れることないけど、だから不安になってもまあ20分30分したら消えるしっていう、そう有能なんです。影締め忘れてたことありますけど、無事だった。そうだよね、結構なんか鍵は無事なこと多そう。もしマンションだったらエントランスもあるし誰でも入れないから。え、 YouTube つけっぱなし私よくある。なんか声聞きながら、ね、寝たい派なんですよ。だから寝れないときはなんか流しながら寝るんですけど、昨日ちょうど YouTube 流しながら寝た。寝れない時はなんかな、聞きながら流したりす、ん？聞きながら寝たりする、流しながら。何流しますかって、昨日はクレマグっていう YouTuber さんの動画流してた。駄菓子屋で
なんか爆買いみたいな駄菓子屋、それもうつけた瞬間に、ね、寝てたから見てない。なんかちょっと興味ないやつだと寝れる、めっちゃ興味あるやつ見てしまうから、ちょっと興味がないやつとかだと眠くなる、考え事して、ね、眠くなる。ちょっと興味がないやつね、ちょっと興味ない映画とか寝れるよね。そう、興味ないやつ寝れる、興味あるやつは見てしまうので興味ないやつを流す。ちょっと失礼だけど、まあ、別に駄菓子屋のさランキングとかもそんな興味ないから、まあ流し用にちょうどいいかなっていう。ちょっと興味ないものを流すと寝れます、私は。だからあんまり見たくない映画とか流しながら寝たりする。こんばんは。テレビみたいにオフタイマーがあればいい。確かに私テレビでね YouTube 見るんですよ。し、なんかパソコンみたいにしばらく触らないと切れるやつなんですね。まあ、有能なんです。わかる。うんうん。あと何分かな。20分、あと20分です。やばい、ポップコーン食べたすぎる。今触ろうとしてた。ピュン。寝るときは真っ暗で寝たい派ですって。あー、私もそうです。なんか日によるんだよね。真っ暗すぎたら不安に駆られることもあるんですよ。だからちょっと電気が欲しい時もあるし、まあ基本は真っ暗が好きです。基本はね、音が消えると起きない。真っ暗すぎたらね、なんか日によるね、不安になってくることある。家電の音が気になる？何の家電の音？家電の音か。今日ご飯食べたよ、もちろん。毎日食べてるよ。今日は昼ご飯カレーで、夜ご飯ハンバーグです。あ、PC ね。PC があったらうるさいのか。私の家 PC ないから。PC。ハンバーグ。あ、びっくりじゃないです。母のハンバーグです。カレーは食べに行きましたけど。母のハンバーグでーす。そう。広島にはさっき帰ってきたので、夜ご飯まで愛媛で食べました。洗濯機が変な音する？それは私もする。洗濯機飛び跳ねてるよね。外食も好きだけどな。入れすぎ。洗濯機がめっちゃ揺れてる。飛び跳ねてんじゃないかっていうレベルで。エビフライは食べました。エビフライは
あのお仕事の帰りに食べたあの今治警察署、あの日に食べた。今日じゃないです、2日3日前かな、3日前に食べたエビフライ。今日はカレーとハンバーグ。一応写真撮ってるけど、これはもう本当に大きさが伝わんないんだよね。めっちゃでっかい。コップと見てもらえば分かるんだけど、コップは部屋が反射するな。見えない見えない見えない。食べ方面白い。ポップコーンキャッチ。でもめっちゃ値上がりしてる、ジャンボエビフライ。昔はねもうちょい安かったんです、2000円ぐらいだったんですけど、もう3000円ぐらいになっててびっくり。あ、唐揚げ美味しいですよ。骨付きですけどめっちゃ美味しい。まああんな大きなエビいないですからね、なかなか。そんぐらいしますよ、あんな大きなエビいないですもん。しかもああいうお店って少ないよね、広島じゃないもん、あんなジャンボエビフライ。まあめっちゃ探したらあるんだろうけど、レアなんですよ、めっちゃでかいエビ。もう頭がもう本当にこんぐらいあるんです、オーバーじゃなくて。めっちゃ貴重なエビ食べてるなと思いながら、超でかいから。猫さんポップコーンありがとうございます。だからたまにめっちゃいい、あれご褒美とか、ご褒美とかで食べるものって感じ。うなぎみたいな感覚ですね、うなぎ食べるかエビフライ食べるかみたいな。うなぎとか焼肉と同じぐらいかな。え、めっちゃ美味しいです。ご褒美飯、ご褒美に食べる。元気出したい時とか、元気出したい時うなぎ。翼こしいさんありがとうございます。ポップコーン、うなぎ夏バテとか言うよね、夏バテでうなぎ食べに行く。弾けてないポップコーン食べた。さっきの弾けてなかったや。まれに弾けてないやつある、見て、こういうやつ食べた。弾けてない。もうそこが見えてきました。
でも偉いでしょ、ちゃんと食べて。作って食べないアイドルじゃないので。こんばんは。山本屋、山本屋、森本屋じゃなくて。食べ物残さね、太るから食べない、スタッフが美味しくいただきました、ゆきりかが美味しくいただいてます、もうほぼ結構減ってきた。弾けてないポップコーン、でも食べれるっちゃ食べれるね、カリカリ。奥歯かけた、奥歯もろくない、ポップコーンが強いのかな。映画館でもたまにあるよね、弾けてないやつ。残りは明日、でも乾燥するから。低カロリー低カロリー、チートデイです。ん、点滅した。結構あった、嘘、でも床じゃないもん、見えてるよ下。点滅した。固まってない？動いてる、じゃあいいや。なんか点滅したね。塩かけない。だってバター味だもん。映画館行ったらこれの倍以上食べるから、本当にこんなん余裕なんですよ。私映画行ったら絶対ポップコーン頼むので、映画行ったらこれの倍以上食べる。停電大丈夫です。停電の時間私外にいたから、電車に乗ってた。でも問題なかったよ。塊、ポップコーンの塊と思ったらちょっと焦げてる。そう、電車だから今日みきゃんが東京でさ、愛媛店みたいなのやってるよね。みきゃんツイート流れてきた、本日東京で愛媛ショップみたいな。昼過ぎに流れてきて、今日みきゃんめっちゃ忙しいじゃんって思った。フル出勤じゃん。うん そう、アイダイの写真会もやってるし、みきゃんの生誕祭もやりながら東京でやってる。フル出勤すぎる、超人気者だ。いいですね、みきゃんがもっとね有名になってほしいです。いろんな県の方から愛されるゆるキャラにぜひなってもらって。わっ、弾けた。
ティちゃんポーズって何？あと5分。こんばんは。ということで今日は胸ゆキッチンの番外編、ポップコーンを作ってみようでした。数分で終わったけど、またキャラメルがあるので気が向いたら作ります。キャラメルポップコーン初めての体験でした。手持ち花火してる気分で楽しかったです。冬の手持ち花火だ。パン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 。冬、花火といえば夏だけど、冬にもできる。ということで壇上を読みたいと思います。明日ミドスケに会えると思ったら来ないって言われた。なんかイベントあるんだ。あらら。13位ムーランさん、12位おいも。ちょっと固まった。13位ムーランさん、12位おいもちゃん、11位ぶんごさん、10位はひとしさん、9位つばさほしいさん、8位ロボリンさん、7位ゆうたパパさん、6位うどむさん、5位ペホゲノさん、4位はっとりさん、3位やするぱんさん、2位やすべえさん、1位みきやくん、ありがとうございました。うわー、ということで日曜日も終わりです。あと2分ないぐらい、1分ちょいです。ポップコーンぶちまけてないです。手が当たっただけ。下の方ちょっと焦げてるんだよね。リベンジ。ポッキーの冷やした買わなきゃじゃん。それはそれは、おやすみのナイホップ。ポッキーか、明日はポッキーを入手しないと。ほっぺありがとうございます。はい、ということであと30秒ぐらいです。今日もお疲れ様でした。おやすみなさい。おやすみね。明日はみんなでポッキー買おうで、配信中に食べる。ということでおやすみなさい。またねー。